ありがとうございました。千々岩中学校吹奏楽部海神楽保存会の皆さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。今回はもし海神楽の曲が途中で止まったら皆さんが手拍子をしてくれるかどうかという企画をやってみました。ありがとうございます。皆様のご協力おかげで素晴らしい海神楽応援ができました。ありがとうございました。さあ、それでは元服の皆さん前の方にお進みください。一時は大和の神の前の方に元服の武者の皆さんお進みください。元服武者集まって、元服武者、はい、ここまで集まって、この知事は関王関与は一つの主役が元服武者、そうです。今年この春に中学校に上がる皆さんです。その皆さんが出発の地福祉公園でも立身出身式として、将来こんな大人になりたい、こんな職業に就きたいという夢を語っていただきました。その元服武者たちに、そうだね、知事は大和の神から言葉がございます。それでは知事は大和の神お願いいたします。元服武者たちに、これから知事は鎌豚城城主、知事は大和の神直和が、直和の思いを伝える。今日から君たちは大人の仲間入りだ。胸を張りなさい。そしてこれからはありがとうとすみませんをちゃんと言いなさい。友達は大切にしなさい。辛いことがあっても負けるな。そして絶対に自分から不幸になってはいけない。自分がされて嫌なことは人にはするな。自分がされて嬉しいことを人にしなさい。人に嫉妬してはいけない。君たちが思っている短所は個性だ。自信を持ちなさい。そして君たちは決して一人ではない。君たちはみんなから愛されている。それに気づきなさい。よし、これから君たちの成長を今日ここに来ているみんなで大きな声で祝福する。皆の者、準備はよいか。おお、関王関元服武者いやさか。おお、古の時より受け継がれし、この雲仙の行く日かし反対と繁栄を願い、いやさかいやさかいやさか。知事は大和の神から元服武者へ、そしてこの観王会に参加した全ての皆様のご健勝を祈り、いやさかでございました。元服の武者の皆さん、これから春からまた新しい学校生活が始まりますが、ぜひ頑張ってください。はい、さあ、素晴らしい。そして今日はですね、なんとのこの観王会に長崎金知事が参加してくださいました。ちょっと初参加だと思いますので、感想などを聞かせていただけたらなと思うんですけど、よろしくお願いします。知事の大石です。
皆さんお疲れ様でございました。今日は初めて観光園に参加させてもらいましたけれども、皆さんと町を練り歩きながら八坂を願ってたこと本当に良かったというふうに思います。で、元服武者の皆さんは長崎県の宝物です。これからなかなか先が読めないようなそんな社会になるかもしれませんですけど、これが皆さんのふるさとの知事はです、雲仙市です、長崎県です。安心して自分がやりたいことを頑張ってください。ふるさとは皆さんのことをいつも見守っています。皆さんの仲間です。存分に活躍をしてこれからの人生大きく羽ばたいていただければと思います。今日ご参加いただいた皆さん本当にありがとうございました。これが長崎県雲仙市千々和の観音会になります。私も知事として初めて参加させていただきましたけれども、本当に引き継いでいかなければいけない伝統がここにあるというふうに思いました。これからもぜひこの千々和でこの観音会が長く続きますことを、また皆様の一人一人の癒さかを最後に願いまして、私からの最後のご挨拶とさせていただきます。本日はどうぞ皆さん気をつけて帰られてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました、ね、今日でも良かったなと思いますか。はい、良かったです。ぜひ来年も成長を分けていただければと思います。ちょっと無茶を言ってみました。さあ、ということで、ラスト最後にはなりますが、この観音会の実行委員長町田岩田から熱い閉会の言葉です。はい、皆さん観音会2024いかがだったでしょうか。みんなの熱い思いが一つになり、そして松明とともに行軍できたんじゃないかと思います。そしてこの体験っていうのは皆さんの心に一生残り、何か困ったこと辛いことがあった時もこの松明武者行列に参加したっていうことがきっと皆さんの心の支えになるものだと私は確信しております。観音会は最初に言いましたけども28年続いてきました。まさかここまで続くとは夢にも思っていませんでした。ですが一歩一歩少しずつ積み重ねていけば、やがて何か大きなものが得られると思います。どうか皆さんもこれから何か辛いことがあっても頑張ってください。そして来年またこの観音会で元気な姿でお会いしましょう。待ってます。皆さん本当に今日はお疲れ様でした。ということで、以上それで終了になりますが、解散の前にですね、一つです。社務所の前でホンダ、車のホンダですね、ホンダのと、あと家の鍵見えたものが2つついたキーホルダーを落とした方がいるそうです。ホンダの車に乗ってる方ちょっと確認して、もしないなと思ったらこの下の中学校の体育館の方でお預かりしているそうです。ホンダと家の鍵がついたキーホルダーが社務所の前に落ちていたそうです。もしホンダの車で来た方で、あ、俺のだ私のだと思った方はですね、中学校の体育館の方に行ってキー落としましたって言ってください。よろしくお願いします。ということで以上をもちまして観音会2024すべてのプログラム終了となります。皆さん、長い時間をお付き合いいただきましてありがとうございました。そして武者の皆さんも本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。来年の観音会2025も3月の最終土曜日、最終土曜日です。3月の最終土曜日で決まっております。ぜひ皆さん、参加者の皆さんも、原服武者の皆さん、来年は普通の武者で参加しても OK です、そして関係者の皆さんもぜひぜひ足を運んでいただいて、そして知事もできたらスケジュールを開けていただいて、無駄いってしまいました。ありがとうございます。皆さん足元暗くなっておりますので十分気をつけてお帰りください。本日は本当にありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。